どうも、和一です。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないんで、インタビュー形式でやっていきます。質問内容は、男の理想の身長は何センチですか？これでいきましょうか。それでは、やっていこう。美女に来ていただきました。質問なんですけれども、男の理想の身長って何センチですか？180。180。お姉さん。170ぐらい。170。結構差がありますね。とか理由とかありますか？自分より高ければ。ああ、なるほど。お姉さんは。なんでやろう、分からへんな。なんかバレーボールしてるから高い人がいいなっていう。なるほど、なるほど。ちなみに180、170ってお答えいただいたんですけど、僕その平均取った175なんですよ。お姉さん方のタイプ、タイプなんで、LINE だけ交換してもらえませんか？大丈夫です。今度一緒にジョナさんに一緒に行きたいんで、4人で、LINE だけ交換してほしいです。これはネタとかじゃなくてガチです。友達になりたいなと思ったんで。私はごめんなさい。私もすみません。ダメですか？わかりました。お願いします。これだけの第一印象。新大久保の美女限定で聞いてるんですけども、男の理想の身長は何センチですか？180以上。180以上。175以上。75以上。ちなみに理由は何ですか？理由は、自分がちょっと背高いので、180ぐらいあるといいな。なるほど、なるほど。やっぱ173以上、2とか3以上。私ちっちゃいので、まあ、私よりでか大きくて、170以上あればいいです。なるほど、なるほど。あんま高望みはしないです。ああ、いいですね。ちなみに僕、こう見えて175センチなんですよ。お姉さんのことすごいタイプなんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？ごめんなさい。ダメですか？結構ない。 K-POP とか、好きです、好きです。K-POP 好きでたまたま新大久保そう来てたなんんですよ。か。BTS とかセブンティーンとか好きなんですね。好きです、BTS。 本当ですか？アーミーですか？アーミーです。アーミーでちょっとアーミートークをしたいんで、ちょっと LINE だけいいですかね？ いいですよ。あ、ありがとうございます。それじゃあ一回してみましょう。せーの、新大久保来ました。新大久保の美女限定で聞いてるんですけども、男の理想の身長は何センチですか？180センチ。180センチか。お姉さんは75以上。75以上。理由は何ですか？自分の身長が高いから。おー、なるほど。お姉さんは平均より高ければいいかなって。おー、なるほど。実はこう見えて175あるんですよ。お姉さんのことタイプなんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか？ OK ですか？今度は一緒にロングチーズホットクを一緒に食べたいんで。さっき食べたやつね。で、今度一緒に食べたいんで、ダメですか？いいです。あ、いいですか？ありがとうございます。そっちじゃない。ダメダメ。ダメ。なんでご結婚されてる？こっちは。お姉さんは、お姉さん、OK ですか？流行りのちょっと不倫相手としてダメですか？ごめんなさい。わかりました。最後にこれだけお願いします。ポーズですね。せーの、新大久保。新大久保の美女限定で聞いてるんですけども、男の理想の身長は何センチですか？180センチくらいで。180センチ。大きい方が好きなんですよ。180以下はもう受け付けないですか？ そういうわけじゃないんですけど、大きい人が好きです。なるほど、なるほど。175ダメですか？ちょっとダメ。大きい方が好き。大きい方が好きか。じゃあちょっと骨の手術受けて5センチ伸ばしてくるんで、LINE だけ交換してもらえませんか？嫌です。今度お姉さんとチーズタッカルビを食べたいんで。ご
奢ってくれるなら。あ、もちろん。いいですか。考えておきます。ってことは、じゃあ LINE だけ。LINE しながら考えるってこと。また今度。LINE しながら考えるんですよね。いや、それはちょっと分かんない。いつ考えるんですか。身長を伸ばしてくれたら考える。そしたら、あ、僕も伸ばすんで、骨をあれやるんで、はい、いいですか。じゃあまた会えたらいつか。わかりました、はい、最後にこれだけお願いします。せーの、 ET。 はい、というわけで来ていただきました。新大久保の美女限定で聞いてるんですけども、あの、男の理想の身長って何センチですか。そう、私170以上です。おう、姉さんは理想は175です。おう、けど別に気にしないタイプ、気にしないタイプ。なんか理由とかあります。でも自分より高かったら全然、写真映えとか。写真映え、なるほど。抱きついた時の位置。位置大事。位置、なるほど。僕こう見えて175あるんです。あー、確かに高い。高いですね。お姉さん方のタイプなんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか。いやごめんなさい、ちょっと。今度はあのエビチーズフォンデュをおごるんで。あ、これですか。エビチーズフォンデュを今度おごるんで。LINE だけダメですか。いや、ごめんなさい。あと BTS 踊れるんですよ。ダメですかね。踊れてもごめんなさい。ちょっと見てもらってもいいですかね。大丈夫です、見るなら。怖い怖い。わかります。なんとなく。なんとなく。あ、なんとなく。ヨニヤニニカ DNS。 わかります。わかります、わかります。踊ったんで、これに免じてちょっと LINE だけ。ダメですか。ごめんなさい。踊りに免じて。ダメですか。大丈夫です。わかりました。じゃあ頑張ってください。頑張ってください。頑張ってお願いします。の新大久保、ありがとうございました。新大久保の美女限定で聞いてるんですけども、男の理想の身長って何センチですか。178以上かな。178以上。お姉さんは175、6以上ですか、ね、6以上、なるほど。僕こう見えて75はあるんですよ、はい、あの、今度お姉さん方とあのポンちゃんに一緒に行きたいんで、あの、LINE だけ交換してもらえませんかね。いや、無理です。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。 OK ですか。いや、ダメです。ああ、そっちか。ダメです。なるほど。身長的にやっぱダメですか。76ならないと。いや、別になんか身長で決めることじゃないかな、はい、そんなに気にしてはいないです。気にしてはない。何を一番気にします。なんか話しやすさ。話しやすさ、うん、話しづらそうですか。やっぱちょっと。え、なんでですか。いや、なんとなく、なんとなく、なんとなくコミッションっぽいですね。え、バレた。お姉さんはなんでダメなんですか。普通に普通にキモい。いや、それは分からないですけど。まあ、普通になんか彼氏さんいらっしゃる。はいないですね。うん、じゃあ友達からダメですか。これあの全然インタビュー関係なくて、あのあれですね、ただあのプライベートですね。これ、あ、それはごめんなさい。ダメですか。わかりました。じゃあ最後にこれお願いします。何ですか。はい、せーの、新大久保。はい、やってまいりました。だいたい175から180っていう人が多かったかなっていう印象です。なので、まあ、身長180センチ以上あれば、身長で足切りされることはないのかなって感じでした。というわけで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、パッドボタン、批判コメント、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あと、9月5日、18時から24時まで、新宿の岸バーにてオフ会をやりますので、皆さん来てください。では。